ばんは、 AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。やっほー。ということでお疲れ様でした。はい、ちょっと今インスタ作りながらさくらんぼ食べながらおしゃべりしようの回です。はい、すいません。今日はそう急遽ちょっと公演に出演させていただいてきました。私自身今日は一日オフの予定だったので、もう本当に何もせず、まあ、朝ちょっとね、あの地震の速報の音ですごいバーってびっくりして飛び起きて、そっからちょっと1時間ぐらい寝れなくて、でそのまま起きてたんですけど、もう一回そうなんか寝れたので、気づいたらもう一回寝てて、で起きてお昼過ぎぐらい、いろいろやることやって T シャツとかね、あの畳みますって言ってたやつとかを畳んで、いろいろやることやってのんびりドラマ見てたら、なんか連絡が来て、出れますかっていう連絡で、まあ出れちゃうねってなって、そうだって一日オフだから一日オフだから出れちゃうんだよなってなって、まあ、出れますみたいな連絡させていただいたんですけど、そう、うん、イバジュンさん、トラックエローさん、ハートありがとうございます。そう、なるちゃんが、いや最初私普通にあやねちゃんが出れないんだと思ったのよ。そうあやねちゃんが出れないから私なんだろうなと思って、そう今日あやねちゃん、私のポジションあやねちゃんの予定だったから。でもなんかそので、その逆上がりのリハが今日の朝あったからみたいな感じで、スタッフさんからあの逆上がりのリハの映像だけ送ってくださいってお願いしますって言ったら、あやねちゃんが普通にいたからいるやんってなって、そう、それでそういうことか、なるが出れないんだって私の頭の中でこう計算されて、ドドドドピーンってなって、なるちゃんが出れなくてみたいな、あやねちゃんがスライドして私がこうなんだみたいな、なるほどって思って、それでくまモンの靴下履いてそうなるちゃんが早く元気になるようにって祈って、くまモンの靴下を履いていきました。はい、そう、そうでも本当に逆上がりが一番やばかった僕隊はもうずっと出てるポジションだから全然もう急に呼ばれてもいつでも出れるよっていう状態なんですけど、逆上がりだけは本当にあのね、そうなのよ、そう、いや初逆上がりではなくて一回だけチーム K の時に、もう本当に6年ぐらい前、5年ぐらい前、5、6年前に1回だけやったことあって、そう私あの2人公演とかも出てなかったので、その逆上がりをやったのはもう本当にもう1回だけその記憶で、でももうそんな覚えてないし、ポジションとかももう忘れてますし、あ、オーディションの時かな、そうでもその時の1回だけやったのよ、そうチーム K で、
もうそうで、もともとその逆上がりこのポジションですって言われてたポジションがあって、でもそこのポジションじゃなくなったのね。そこのもともとはそこのポジション、その私の僕隊のポジションの人がそこのポジションを覚える予定だったんですけど、なんかいろいろ難しいのよ。 A ダッシュさん、なんかレインボーありがとう。そう、あのあやねちゃんが、あやねちゃんのポジションがと私のポジション4D ポジ、アイドルなんて呼ばないでをやる人、アイドルなんて呼ばないでとひまわりをやる人があやねちゃんと一緒だったから、あやねちゃんと同じこうポジションだったから、あやねちゃんが タグ系でやってた時のポジションを覚えるっていうあれだったの。そう、私はだからそのまあだいぶね前から映像を聞いてた時に、こうあやねちゃんの映像っていうか、そのポジション D ポジのポジションの映像をこうやって見てたのね。でちょっとは頭にこう入れてるつもりだったんですけど、なんか急に今日その A ポジと変わったのでみたいな、その橋本さんはその D ポジ今まで言ってたここのポジションじゃなくて別のポジション覚えてくださいってなっちゃって、へーみたいな、これからもそのポジションで変えていきますみたいな、もうあやねちゃんがねそこをずっとタグ系でやってたから、へーってなるじゃないですかそう、待って待ってみたいな、へーちょっと待ってみたいな、ずっと見てたところと違うやんけってなって、もうだから本当に今日必死でした一日。でも昼の配信の時は夜配信できないかもしれないからと思って、とりあえずやろうってなって配信してたけど、頭の中はだからその急にさ、私さ、えどういうことってなったやん。その瞬間に逆上がりのポジションここに変えてくださいって来たの、はいみたいな。でもやっちゃうのよ、できちゃうのよ、それが AKB なの。はあ、うん、怖いよね本当に、うん、ね。サプライズレバーさん、レインボーマイクありがとう。さくらんぼ食べてます。そうできちゃうのよね、本当に怖い本当に怖い。でできちゃうから任せちゃうし、きっと。そう、すごく自分らが怖いっす。でももうやるんですよね、どういう状況でも本当にだなと思いました。うん、お願いされてるから、
みんなできちゃうの AKB メンバー、みんなすごい。ていうかもう意地だよね、なんかできないって思われたくないみたいな。そう、あ、今インスタ作ってます、すいません。そう、出ない、出れないってことはできないってことじゃないですか。できないってことは、あ、出れないってことはできないってことで、出れない、できないってことはできないってことじゃん。それが嫌だみたいな、もうなんか意地、ただの意地、いやできるしみたいな。そう、本当に怖いよ、もう怖いよ。幕張だっけ、この間の握手会、幕張メッセ、あ、幕張メ、でも可愛くないな、幕張メッセ可愛くないな。うん、幕張メッセって可愛くなくない？オッケー、投稿、そう、あずちゃんとのね共演、ちょっと待ってね、今見るね。インスタ上げたから次写真、この写真を保存します。ここにいっぱい、もうこれまでの写真をいっぱい保存してあって、そう、ここで僕隊でヤギあずきと一緒に出たかっていう、ヤギちゃんも覚えたの最近だもんね、私と同じぐらいだよね確か。いや出てないと思うんだよな、いつもセリちゃんがいたイメージ。今日のお弁当はもう食べ終わった、あの朝じゃなくて昼じゃなくて、なんか食べた。ずっとセリちゃんと出てるイメージなんだよな、うち。出てないよねって聞いたら、いやでもなんか既視感って言われた。
そう、今日はセイナさんが一番先輩でしたよ。いや出てない気がする、やっぱり。うん、初だな。初ですね。さてヤギちゃんは誰と一緒に出たんでしょう。怖いです。そう、誰恋は一緒に出た、沼公園、ゆいりさんとの公演を一緒に出たけどね。よし、今日のも入れました。ということで6月初公演、急に出てる。ちなみに去年でもめっちゃ出てたんだよな、うち。そう、去年は1、2、3、4、5、もう6月の時点で30回出てる。出過ぎやろ。そう、もうね、出過ぎでしたね。ドラ明けばっかりやってた。今は1、2、3、4、4と3回。でも27回だ。おお。あ、じゃあ同じペースぐらいだ。ね。正確にいけば1、2、3、あれ1、2、3、4、24、25、26、あ、26回。6月3日までに26回なので今年のが出てます。お、1回勝ち。でもさ、これさ、最近さ、なんかオープニングの衣装でしかさ、僕たち写真撮ってないんですよ。見て、ほら、オープニング。ちょっとさ、たまにはさ変えません？私が出てる僕たち過去4回オープニングの衣装なんですけど、集合写真もっといろんな衣装で撮りたいよ。うん、ずっとうちオープニングでしか写真撮ってないんだけど、変わんない。このなんか一生水色と黄色、ここやだやだとか言ってお願い。まあ写真印刷しやすいのかもしんないけどね。うん、とか私が出てない時に別の衣装でやってるとか。どうしよう、金曜日もオープニングの衣装だったら、飽きたよって。もううちの写真ホルダーがアルバム飽きたって言ってる、水色と黄色はもういいよって言っちゃうかも。飽きたって。
今日はね、40いないの想定の範囲だったんで、全然。これは2021年の7月分からあります。別の雑誌、何、別のこのアルバムはもう初期のやつからある。そう、もうすぐ、あ、半分超えてるわ、嬉しい、やっと半分超えました。早くこれをいっぱいにして次のアルバムに行きたいですうん、オーテックさん、バジュンさん、ハートありがとうございます。そう、ハルピアウチワの人いたよね。まあ、でも知ってはいな、まあその MVP を狙ってくださってる方なので、そう、あんまりなんか今の、そう、今の回数と私がこっから先あと何年いるか分かんない、そう、うちになんか急になんかってなった時に、みたいな、90回ぐらいで断念しちゃうかもしれないじゃん、そういう場合。そうだから、だったらそのギリギリまでは貯めてほしいなっていう部分があって、まあ90回ぐらい行ってる人がなんか MVP のために入りますみたいな、いやそれは違うよって思うんですよ。そうだって90回行ったらもうあと10回はいるって、まだうち公演出るってぐらいの気持ちだから、それは違うよって言いたいけど、まだ今の回数的に多分もうちょっと頑張ってほしいなみたいなMVP の回数的にね。そうだからっていうのも考慮したら、なんかまあしょうがないかみたいな感じそう、まあしょうがないかって思える。思える人でした。そう、いやそれがじゃあ90回95回とか入ってんのにってなったら、いやそれは違うよみたいな、それは怒るよハピョンってなるけど、そうでも今の回数的には確かに今入っといた方がいいかもみたいな感じでもね、その方のおかげで私もねちょっとあのなんか気持ちが楽だったしそう、あとねみんながねすごいなんか推しに従順なのか、なんかあ浮気する人ってこういう感じなんだなっていうかなんか思ったんですけど、そのユニットではねピンクと白が多くなったのよ、アイドルなんて呼ばないで、ではそうだからきっとそのね、その4人そのねアイドルなんて呼ばないでに出てないファンの、出てないメンバーのファンの方がきっと色を変えてくれてたんじゃないかなと思って、私的にはすごく嬉しい気持ちになりましたけど、そういうコンなんだなってこう、私は嬉しいですよ、すごく私はすごく嬉しかった、こうやって変えてくれて、しかも他のメンバーの色じゃなくて私の色にしてくれて嬉しいって思ったけどみたいなそうやってるんだねみんなも
思いました。まあでも私的にはね、まあ、盛り上げてほしいからね、それはそう、公演自体を盛り上げてほしいから、自分が出てない時は自分のメンバー、自分の色じゃない色で全然しょうがないかなって思う気持ちはある。今日の配信何するって書いたっけ、うち。リバース。あ、ランダム開封。あそこにある。ちょっと待って、ランダム。これを開封していこうと思います。推しが出るかな、推しが出るかな、デレレレンレンデレレレン。まずカードからいこう。まずはメタリックカードコレクションからいきます。じゃあすべてキラキラの合格メタリックカード、星が出たら嬉しい。あ、1パック1枚だって。じゃん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 。おい、ごめんなさい。まず1枚目。じゃん。お、リエフ。リエフくん、ハイバリエフくんです。これは猫ま、ゴミ捨て場の戦いの相手。結構。結構ハーフ、結構ハーフ、結構ハーフ、結構ハーフ。待って、配球回しながら配信するわ。ちびまる子ちゃんで言ったら、ちびまる子ちゃんにハーフっているの？でも割とイケメン枠なので多分花輪くん。はい、わりかしイケメン枠なので。やばい、今おにぎり500個も持ってる、うちすごすぎ。おにぎり500個消費しなきゃ。オッケー。ヤーチさんハートありがとうございます。結構ハーフ。続いて、でん、すぐるのへび学園、
大将すぐる、え、出てきた？いつ出てきた？いつ出てきた？モブ？あれモブだよね。多分あれで出てるんだろうな。全国大会で出てるのかもしんない。のへびすぐ、違う、のへび学園。調べよう。サファリ。ヤフー。サファリ。すぐる。大将。大将。すぐる。めっちゃ煽ってくる人だって。何話で出てくんだろう。春高バレー東京都代表決定戦3回戦の猫マと戦ってるらしい。アニメ、漫画には出てきてん、あ、アニメにも出てんな。あ、あ、これ大将すぐる？知ってたわ。え、なんかイケメンになってるやん。あのアニメで、アニメ？映画？アニメでも出てきたかな。なんか彼女と一緒に試合見てて、なんかすごい彼女と一緒に試合見てるやつ。これ映画見た人はわかるわ。彼女と一緒に試合見てた人でした。え、なんか映画の方がイケメンなんだけど、なんかこれより映画の方がイケメンです。え、なんかこのイケメン、これのイケメンバージョン見たかったら映画見てください。もうちょっと一個頭良くなった。ちゃんひなが好きな子って誰だっけ。ちゃんひな確かね、なんかこの色のユニフォームのあれだったような気がするんだよな。ちゃんひなが好きなキャラクター、でも多分この人じゃなさそう。うん、さあ続きまして、クリアカードコレクション。なんかクリアカードだって、すごそう。すごそう。あ、落ちちゃった。これも1枚につき1枚。誰が出るかな。じゃ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 ん。あ、知ってる。この人知ってる。五色。あのあれだ、あの配給ネコマ戦を、ゴミ捨て場の戦いをあのネットで見てた人、この人。そう、別にそんなに好きじゃない。でも強い、強いです。
なんてたって白鳥沢だから強い。そう、透明クリアカードだからね、見てた人多い。そう、ネットで見てた人。じゃん、え、なんか良さそう。すごい良さそうなカード。菅さんと大地くんを、大地くんとか言って見る影と翔陽、なんかいいカードそう。イエーイ、いいね、最高。まだまだあるからね、今日は写真集一冊見なきゃいけないし、ちょどんどん行かなきゃ。続いてクリアカードコレクション2。ちなみにまだ推しは出てません。いや、これは結構いいカードだけどね、今出たカード。やっぱね、カラスノが出るとね、ちょっと嬉しいよね。はい、砂林太郎稲荷崎ですね、このユニフォームは。覚えてない。でも砂林太郎って名前は聞いたことある。やばいな、2倍速で見てんのバレるわ。2周目できてないしね、配給。2倍速で見てんのバレるわ、やばい。一回見たらわかるんだよね。砂林太郎って名前聞いたことある。砂林太郎、砂林太郎、初登場セリフないんかい。初登場セリフないらしい。砂林太郎推しではない。推しではない。も嬉しい。カラスの猫は嬉しい。カラスのと研磨九郎さんは嬉しい。研磨、研磨好き、研磨かわいい、研磨好き、研磨かわいいのよ。うん、研磨はマジでもうなんか守りたくなる。なんか弟にしたい、ランキングナンバーワン。いや、翔陽もいいな。でもなんかごめん、さっきと明らかに砂林太郎。いや、もう研磨は当たりよ。研磨のシーンはマジでいいよね、本当に。映画見てくれみんな、マジで。ラスト2枚。いや、これでも砂林太郎覚えたから、うち大将すぐると砂林太郎覚えたから、出てこなかったら覚えてもなかったから。そう、よかったじゃん、覚えられて。やったね。続きまして、じゃん、あ、出た、みんな大好き僕とさん、チャンピオンの配信でよく登場する人、ボクトさん。ボクトさんしか出ないもん、うちのグッズ。一生ボクト出るんやけど。
もういいって、またお前かって感じ。名前覚えたもんね、僕とさん、みんな、もうみんな覚えちゃった。これからも僕とさんをよろしく。ラスト、ラスト1枚、誰でしょう。お願い、とりあえずカラスノであってほしい。まあ、まだねここにあるんですけど、カードはラスト、お願い。うわ、クロウさん、クロウさんです。クロウさんはもうこのペア激アツ、ここ2枚一緒に持ってたら激アツマジで。もうなんか好き、この二人みたいな気持ちになる。本当に激アツコンビ。うん、クロウさんは許す、マジ。いや、僕とも許して。僕とも許して。スナリン太郎も覚えたし、大将スグルも覚えたし、大丈夫、出てきてくれたおかげで。さあ、そしてランダム、ランダムあと5、6だった。何が違うんだろう。缶バッジ、スクエア缶バッジ3種とアクリルカード3種。缶バッジからいこう。これは10種類中 3個あるから結構な確率でです。いける、白いよ、なんか。じゃん、お、影、影山くん、影山くん好きだからいいよ。これさ、分かりそうだけどね、調べたら。影山くん好き。種類調べたい。配給、スクエア缶バッジ。だってさ、まずさ、この種類の中にさ、うちの推しがいないかもしれない可能性だってあるじゃん。そうだよね。出てこないわ、スクエア缶バッジ配給出しすぎてて出てこないわ。ちょっと、いいや、続きまして、玉行さん、ハートありがとうございます。そう、コート上の王様、勝ってコートに立つのはこの俺だ、マジかっけ。続いて、待って、なんか髪の毛立ってる、菅さんじゃない、この髪の毛の立ち方。でも10種の中に菅さん入るかな。いや、でも菅さんっぽくない、この髪の毛の立ち方。いや、クロウか、クロウくんもありえるな。ひなたではない、ひなたはオレンジだから絶対違う。じゃん、
あ、クロウくんでした。勝ち残んなきゃ意味ねえよ。クロウくんです。さっきのクロウくんです。クロウくんって感じじゃないんだよね。クロウさんだけはクロウさんって感じ。そう、なんかクロウさんって感じなのよ。クロウさんは好きです。さあラスト、缶バッジラスト。ちょっとです。え、待って、これこそ菅さんな気がする。髪色が、あ、髪色が菅さんな気がする。うん、菅さんっていうのはイケメン枠、結構イケメン枠、顔好きです私。そう、なんか顔はツッキーより好きかも。でもなんかツッキーは好きなんですよ。ごめんなさい、ツッキーはなんか好きなんですよね。じゃん。あ、違った。え、待って、アツムかオサムかどっち。え、こんなに煽ってて菅さんじゃないんや、ちょっとショック。これはアツムかオサムかどっち。ちょ、双子すぎて、双子なのよ。ミヤアツム、オサムの方かな。オサムだな、きっと髪色的に。髪色がオサムだな。髪色がオサムです。オサムかい。え、オサム10種の中に入ってくんの。え、オサム超人気じゃん。え、ここと並ぶの、オサムって。こんなにさ、アイドルの配信でおさむって聞いたことないですよね。でもおさむってここと並ぶんだっていうことに今びっくりしてます私。うん、おさむ人気なんや、それに驚きだわ。おさむでした。まあ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 、まだ3つありますから。はい、ここにねツッキーがいる可能性だって。だってこれは全10種だから、10分のね1を引き当てるかっていう話ですよ。一旦調べてみます。アクリルカード、ブラインド。いや、まあとりあえず何言ってるか分かんないっていう方は、あのメガネのキャラクターが出たら喜んでください。はい、え、待って、いない説ある。いや、全10種の方のだから8種じゃない、全10種これか。うわ、ツキおったんや、つらいな。いや、この10枚のうち、よし、メガネが出たら、黄色カードが黄色かったら喜んでください。皆さん、いきます。まず1枚目、どっち側だろう。え、待って、
ジ？オレンジかな。いや、オレンジ。いや、待って。厚むパターン。厚むなんか微妙な色な。いや、厚むパターンあるぞこれ。双子揃っちゃうパターン。え、似てたらかな、ちょっと似てたらやだ。に似ないで、似てないで。あ、商用だ。主人公、主人公は嬉しい。よかった。主人公主役です。かわいい、超よかわいい、マジで大当たり。飾ろう。さあ続いて、ちょっと出すよ。灰色ですね、灰色ですね、これは灰色は。待って、これはおさむパターン来る。いや、もうメガネは来ないです。黄色じゃないんでメガネは来ない。おさむですね。ほら、同じ人。おさむ好きな人あげるよ。あのツッキーちょうだい。おさむでした。譲る、おさむ、求む、月島、やりたい。まあ大事にします、おさむもね。さてラスト、もうこれはスパッといきますね。なんかじわじわすんのもあれなんで、スパッと。あれ開かない、いきます、もうスパッと。みんな盛り上がっといて、盛り上がってお願い。メガネの黄色だ、やった、メガネの黄色だ、ハルピョンって盛り上がってください。誰だろう、ここで来たら面白い人ランキング1位僕と。1位僕と、でも喜ぶランキング1位月。いきます。お、クロウさん、クロウさんは喜ぶ。クロウさんレート高いよ。また揃っちゃった。なんか激アツ展開じゃないこの感じ。ここで揃って、ここでおさむ揃って、こっちは翔陽と影山。ちょっとなんか熱い、熱い展開、なんかいいね。でもちょっと月島君、月島君、いつでも月島くん待ってるよ、いつでもうちに、いつでも来てね。ほんとなんで推しって出ないんだろうね、こういう時に。クロウさん結構、まあでもこの剣馬マジかっこいい、かわいい、好き。この翔陽もかわいいし嬉しい。ありがとうございます、全部大事にします。あのちゃんと大将すぐるも大事にするんで、ありがとう。無事開封の儀でした。
さあということで、ここからは明るく元気に楽しく、じゃなくて、写真集を見ようのコーナー、イエーイ。誰がいい？5人いて、市川美織さん、篠崎彩菜さん、小田恵里奈ちゃん、加藤玲奈さん、左と彩香ちゃん。エスカルゴはもう見終わった。いっぱい見た。この時間なら2冊ぐらい見れそうかな。すごい、みおりんさんめっちゃ多い。え、うちの配信みおりんさんめっちゃ人気？めっちゃ人気やん、嫉妬しちゃう。じゃあみおりんさんから。北海道だって。かわいい裏表紙も。じゃあ開封していきたいと思います。めっちゃ人気やん、うちの配信。私もシアターの女神一緒に出たかった。いいね、このタイトルも。果汁 29%、 なんかタイトルもいいね。それでは拝見させていただきます失礼します。ちょっとさくらんぼとレモンはちょっと敵だから、ちょっと遠ざけとくね一回。失礼します。まずこっから見るんですよ。あ、黄色ね。なるほど、元気出るビタミンカラー。はいはいはい、私はこれをめくったところから見るのがおすすめ。え、30なの？マジ30に見えなすぎ、かわいすぎ。え、顔ちっちゃ、かわいい、いいね。あと一番最初から結構セクシー、みおりんさん。え、かわいい。てかマジで顔かわいい、ほんとに。細いし白いし、どういうこと？手もかわいい、どういうこと？すごい もうなんかこんなとこに座ってたらもう抱っこして抱え込んでどっかに連れて行きたくなりますよね。かわいい。え、かわいい。メロンソーダがお似合い。山内さん、なんだっけそれ、レインボーマッサージじゃなくてレインボーマイク、ありがとうございます。かわいい、さくらんぼ食べてる、レモンなのに。雪国の女の子ってどうしてこんなにかわいいんでしょう。市場、え、北海道カニ汁500円なの？あ、ごめんなさいそこじゃないですよね、見るところ。え、かわいい、雪とさ、かわいい女の子って本当にかわいいと思うんだ私。まつげ長、横顔綺麗、鼻赤いのかわいい。うわ、私このショット好き、このベンチに座ってる感、
なんか白いからさ雪ですよね、存在がもう儚い本当に。みおりんさん、え、この服かわいい、てか普通にどこに売ってるんだろう、服かわいい、この服欲しいこの服めっちゃかわいい、かわいい、ちっちゃい、ちょこんって、なんかちょこんっていう擬音語が似合う、うん、かわいい、白い。キュラソーさん、ハートありがとうございます。転んでるのもかわいい転んでてもかわいいもういっぱい食べて、てかマジこの服普通にかわいい、この服欲しい、かわいい、どこどこの服なんだろう、聞きたい。ちょっと配給が一旦終わったんで、一旦待ってね。マジでかわいい、暗闇の中にいる美少女、北海道っていいね。あ、黒色の背中パックリ開いたワンピース、寒いって寒いって、え、ちょっと寒いって、え、なんかすごい大人みおりんさん見てる今、やばい、マジで顔綺麗。あ、かわいい、黄色水着、ほっそ、いいな、髪の毛これぐらいにしたい、マジで。卒業してからの楽しみ、髪の毛切ること、そこまでは伸ばします。まだいつ叶うかわからないまだまだの話ですかわいい、黄色水着かわいい、てか顔美しすぎ、二重綺麗すぎ、セクシー、いやー、かわいいね、笑顔がまぶしい。やっぱさ雪っていいね、冬っていいね、うん、おー、なんか雪のさポスターとかにいてほしいもん、あの JR スキースキーのポスターいてほしい、もはや起用したい、ちょっと待ってね、配給が配給が、この写真好きだわうち。ねえ寒いって寒いって、雪国で肩出したら雪国で肩出したら寒いって、それは凍えるって、その服装は絶対寒いでしょ雪国で肩出してシースルーは絶対寒いって
カニ食べてる、かわいい。マジで30に見えない。本当にかわいい。うわやばい、髪切りたいな。絶対切らない。アイドルでいる間は絶対に切らない。だって卒業したらどれだけでも切れるんだもん。うん、我慢。かわいすぎ、マジでかわいすぎ。あーもうまたチョコンチョコンが似合う、本当に。雪だるまみたい。天然の雪だもんね。しなんだっけ、北海道だから。え、かわいい。このこのさ、服がかわいい全部。うん、似合うこの服が。うわ、こういうお風呂屋さん行きたいな。いいな、なんか。あ、もうタオルめくったら見えちゃうよ。え、めくっちゃってるよめくってしまっているよ。いいんですか、公園の台座。お疲れ、あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。サウナね、サウナ私絶対向いてないんだよね。すぐに貧血になって倒れる。うん、みよりんさんがね、細すぎて。やっぱ雪だな。てか白いから雪が似合うんだな。てかコートかわいい、え、服かわいい、マジ服似合う全部。かわいい、みおりんさんの直筆っていうかデジタルメッセージ、かわいい。てかまつげに雪積もりすぎててかわいい。めっちゃかわいかった。確かにレトロポップ、レトロポップかつなんかチョコンみたいなレトロポップチョコン写真集。一番推しページは、やっぱでも雪の写真、私ここだな。はちょうど半分ぐらいのね、あのね、白いねニット着ててね、耳当てしてて顔ドンドンって結構ドアップで出てくるあれがあるんですよ。ページがあるのね。そこだな。うちの推しページ。ここかも。顔が可愛いから成り立つ、このドアップ感。うん、ここですね。マジで可愛いです。ぜひ。ぜひとか言ってどうぜひなのか分かんないけど、え、めっちゃ服可愛かった。普通にそう似合ってるし、みおりんさんにレトロな感じ、古着っぽいレトロ感満載の感じ、めっちゃ可愛い。果汁 29%、レモンね食べれないけどレモン食べれないけど、意外と今29分。でもドボンしなきゃ。もう一足
冊ひだちゃんのやつがねちょっと薄いのよ。そっち見ようかな。それ見てドボンして終わろうかな今日。したらちょうど12時ぐらいじゃないかなって思うんで、ひだやの見ようと思う。すごそうだよね。でもなんかひだやのってだからちょっとページ進めれないかもしんないってなって、ちょっと刺激強いかも。頑張ってみるね。それでは失礼します。おお、全然普通普通、めっちゃ普通、普通に白いワンピース、かわいい。この顔僕顔かわいい。あ、全然めっちゃ普通です。あの白いワンピースかわいい。なんか綺麗なお姉さんしてる。マジ顔綺麗、本当に美しい。美しいヒダーヤ、熱海なんだ。へえ、かわいい。え、全然なんか発表大丈夫とか全然言ってたけど全然大丈夫だわ。普通になんかお姉さん、美しいお姉さんのなんか写真集見てる感じ。うん、ちょっとワンピースじゃなくなったけど、でも全然夏こんぐらいの服装の人いるよねって感じ。え、想像と違う。なんかもっと来るかと思ってたアイス食べてる、かわいい。もっと来るかと思ってた。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。この写真いいね。水色似合うね、ひだちゃん。なんか紫とかのイメージ強かったけど、かわいい。水色似合うわ。コインロッカー200円なの、安いな熱海。あ、ちょっとずつね、ちょっとずつ露出が多くなってきましたよ、ひだや先輩。ひだや先輩、あ、ちょっともうアウトかもしれん。ちょっと見えるかも、それは。おっとおっと、ちょっといいお姉さんしてるけど、ちょっともうすぐ見えるかも。ちょっとなんか良さげなお姉さん。まだでもセーフかな、まだセーフか、まだこんぐらい今。あ、大丈夫大丈夫。あ、ちょっとでもきわいね、結構きわいねこの写真結構キワいね。大丈夫かな。あ、まあ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 、あ、ここら辺はね、まあ大丈夫。カーテンめくってるだけですから。あ、はいはい、カーテンにいるひだやさんですね。まだよかった。あ、めくらないで自分で。自分でめくらないで、ひだやさん。自分でめ、てか二の腕ほっそ、マジ綺麗。自分でめくろうとしないで。ああ、よかった。着直した、着直した。着直した。服着直した。よかった。安心。綺麗な顔。ここのラインが本当に綺麗なんですよね。あ、でも意外と大丈夫かも。これが最高ラインかな。あ、ちょっと違う、ちょっとなんかちょっとセクシーそうな雰囲気漂ってきた。右のページから、こっちのページからちょっとセクシーそうな雰囲気漂ってきた。その格好で外出ちゃうんだ
その格好で外出ちゃうんだ。ひなちゃん。ああ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 。自分から脱ごうとしないで。もう脱いじゃいましたね。はい。あ、よかった。来てくれてよかった。来てくれてよかった。上来てくれてよかった。あ、また脱ごうとしてる。やめて。せっかく服着たんだから着たままでいいよ。着たままでいいって。そう、あー、どういう、自分で脱ごうとしないで。もうこの写真集に言えること、自分で脱ごうとしないで。あ、また来てくれ。なんか脱いだり着たり忙しいな、この写真集。あ、最後はね、なんか素敵お姉さんで、お、脱いだり着たり忙しい写真集ですね。でも意外ともっと来るかと思った、ひだやだから。うん、もっと来るかと思ったけど、意外と抑えててちょっとほっと一安心。でも意外と脱いだり着たりしてて、ちょっとどっち？どっち？もうちょっと着てていいよ。って思った。思いました。字綺麗。忙しい写真集。私の推しカット、いや、アイス可愛かったんだよな。いや、でもポニーテール好き、うち、ひだやの。どれだろう、でもな、うん、まあ、ポニーテールの写真ちょっとキワい写真が多い。あ、これ好きですね。ポニーテールのグレーのニット着た次のページ、階段縦4分割の次のページの、あの左ページが4分割、右ページが2分割のページがあるんですけど、そのページの左のページの右下むず、左のページの右下のポニーテールして、ちょっと反らし目で布団ここら辺にこうやって持ってる、こういう写真。これ私、このこれ推しショットかな。そう、ちょっとね、ちょっと脱ぎすぎてるのはちょっと私に刺激がちょっと強い。アイスの写真は可愛かった。うん、ぜひ。でも意外とちょっと安心して見れました。もうちょっとすごいかと思ってたから、りんちゃんの方がきわかったかな。うん、りんちゃんはすごかったね、ちょっとって感じ。エスカルゴちょっとすごかった。ということで、やばい、ドボンしなきゃ。ドッポンタイムしますってツイートもできないや、今配給回してるから。もういいや、勝手にやっちゃう。りんちゃんの AKB48 のドッポン独り占め。りんちゃんのはもうね、もう大丈夫、もうしっかり堪能した。勝負内戦。
いいね。写真集見る配信自分で出さないけど見るの好き。ぴょぴょの感想おもろい、嬉しい。でもちょっとシュタシュタ、ちょっとあんま時間なかったからちょっとシュタシュタ喋っちゃった。もうちょっとね一冊ずつ丁寧に本当は見たかったけど。あと3冊あるんでね。私の楽しみは小田さん、結構小田さん楽しみ。ちゃんの写真集も見たよね。もうごめん、うちのせい。小田さんのはいつ見ようか迷ってます。うわすっごいめっちゃ髪の毛抜けたんだけど、見て。え、悲しい。今日は片方寄せにしました。上がるのは私たち。髪型あやなんさんのもう見ますよ、今度見るね。一緒、え、早っ。今度一緒に見よう、配信します。なんかあのあれ多分美容院に行く前ラスト公演だったのよ私。だから下ろしたくて。そうでも本当はねストレート、ドストレートにしたかったのよ。でもヤギちゃんがさこう研究生だから変えれないじゃない髪型。そうだからねちょっとドストレートにするとかぶっちゃうなと思って、そうやめました。でも別に美容院行っても切るわけじゃないから、まあちょっとは多分2センチぐらいは切るかもしれないけど、そうそんなバッサリ切るわけじゃないから別にいっかと思って。そうそうそう、なんなら多分7日の公演私ストレートしかできなそう。宿毛しに行くのであんまり巻きたくなくて、だから多分ストレートしかできなさそうなので、多分7日はストレートですね。うん、多分ね。美容室の人にとかメイクさんに聞いてみる。わ待って、7日あの髪型したいってうち言ってたんだった、メイクさんに。ちょっとメイクさんに聞こう。宿毛したんですけど、いや、 やっぱやめた方がいいですよね。とある髪型をしたいと思ってたんですよね。うわやらかしてるわ。鉄田ナイツさんハートありがとうございます。そうでもうわちょっと一旦考えます。
あとメイクさんと相談。そのメイクさんが、そのこの髪型を作れるメイクさんが別の日にいるかっていうのもね大事だから、ちょっと要相談です。玉ねぎじゃない玉ねぎではない。やばい、神展開。うちが出したいカードにの色にしてくれる、ありがとうみんな対戦してるみんなありがとう。ケンさんハートありがとうございます。もう少しで上がりだよ。小島子さんがしてた三つ編み後ろで結ぶやつってなんだ、三つ編みを後ろで結ぶやつってなんだ。この間やってた、一緒に出た時。マコさん、あ、ハーフアップみたいなやつね。これやってないっけ、まだうちやってないか、意外と。三つ編みハーフアップ的なやつね。合ってる？三つ。この間小島子さんがやってたってやつだよね。だったらわかるんだけど。カムちゃんさん、ミャオさん、アキッチさん、ハートありがとうございます。アイテムいただき、多分それかな。公演お疲れ様ありがとう。 AKB バタバタですね最近。始めよっか。うん、私もこの間までバタってたからでもバタりたくはなくて、そうちゃんとバタりたくはなくて、でもバタってたからちょっとね何とも言えないんですけど、代打で今日は出演させていただきました。一日でもね早くなるちゃんがねこう元気になってくれるといいなって思うけど、でもそれをさせかすのも良くないから、ゆっくりいっぱいね休んで、休める時にゆっくりいっぱい休める時に休んで、また元気になった時に元気な状態で一緒のステージに立てたらなって、みんなみんな、別になるちゃんだけじゃなくて、そう今ちょっとパターン級されてる方々全員そう、うん、なんならうちは公園出れるから全然いいんですよ。そう、
全然どれだけでもって感じ。またね、いつか一緒に立てますようにっていう気持ちでいっぱいです。やばい、 iPad の充電ない、ドボンできなくなっちゃう。やめて、仕事は元気なんで本当に。そうなんだよね、 AKB ってさ人数多いからそれをメリットにしていこう。うん、いつでも立てるよって、いつでも休んでいいよって。ちょっと安心があれば休みやすいでしょう。やられた。ありがとう。ロエンさん、音符ありがとう。いや、そのなんて言うんだろう、なんかその休んじゃダメみたいに思ってほしくないっていうこと。そう、なんかもちろんなんて言うんだろう、みんなが元気であることが一番じゃないですか。それはそう、当たり前、それは当たり前なんですけど、でもなんかこうそれでなんかやばい休めないみたいな感じになって、こうどん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 なんかおーってなるんじゃなくて、そう大丈夫だよっていう気持ちはすごくっていう。もちろんみんなが元気であることには、そう、それが一番であることには変わりない。それは全力でそう。マルガンさん、鈴木清隆さん、ハートありがとうございます。54分、みんな元気がいいよ、そりゃそう、当たり前、ファンの皆さんもそうだろうし心配するし
そりゃ推しが元気じゃなかったらそりゃ心配するて普通にね。それがそうだよ。そろそろカツヤ食べたいんだよなマジで。始めよっか。上がるのは私たち。そろそろカツヤ食べさせてくれ今日そう食べようって思ってたのよ。今日そのあの肩痛かったからそうあの病院行ってで帰りにそうなんかちょっとフラッと勝也まで足伸ばそうかなぐらいの気持ちぐらいだったの。もはやもう勝也食べたすぎてもう足伸ばすぐらい勝也食べたいみたいな気持ちだったのよ。そう今日そう公演になったから行けず行けず。カツヤ行きたいなっていう気持ち。うん。別にそこに向きっていうのはないですよ。カツヤ行けなかったっていうのはないですけど、全然。そこに対する怒りとかは全くないですけど。今日は勝也ではなく劇場がハルピョンを呼んでいた。そうそうです。ということで、あ、やってみっちゃ面白かった、嬉しい、ありがとう。あのやってみっちゃと行かない旅は5日8月違う6月5日の配信で一緒に見よう配信をしたいなと思っているのでよろしくお願いします。一緒に見ましょう。ということでランキング読みます。1位サプライズレバーとピョンズさん、ありがとうございます。2位ギャローさん、ありがとうございます。3位鉄道ネイターとピョンズさん、ありがとうございます。4位イバジュンさん、ありがとうございます。5位ともゆきさん、ありがとうございます。6位タケニーさん、ありがとうございます。7位てつやタルピョン大大大好き、ありがとう。8位鈴木清隆さん、ありがとうございます。9位、青いバラアットパープルカンパニーさん、ありがとうございます。10位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。11位熊高さん、ありがとうございます。12位マジー、ありがとうございます。13位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日はメイク配信をしたいと思っています。渋谷6時に渋谷に集合です。よろしくお願いします。初めてふくらじに出させていただけるのでとっても楽しみです。ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7914人の盛り上がりの皆様に、笑顔になるなるをお届けすっちゃ、富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。それではまた明日配信で、そして渋谷でお会いしましょう。ラジオを聞いてね、ぜひよろしくお願いします。それではまたね、おやすみ、バイバーイ。